ラクターの方が親しみやすいと思ってデザインしました。日本は高齢化社会に入ってまして、ベッドから車椅子に移すような移動作業といいますが、この抱き上げて移すような作業が必要です。これをロボットで行うことで介護する人の負担を減らそうと思っています。